簡単導入、低コスト、高収入を実現する BCS 養殖でアワビを養殖している実例をご紹介します。独自開発された微生物活性化の技術により水質を悪化させる原因となるアワビの排泄物や餌の残りカスが分解されていて、水の透明度が非常に高くきれいに保たれています。BCS 養殖では水質が安定しているおかげで致死率も 5% 以下と一般的な養殖と比べて非常に高い数字を維持することができている。実際のアワビの水槽はこのように微生物の住処に微生物が繁殖している。この微生物たちが汚れの元をここで分解している。汚れが分解された海水はアワビの生け簀へと流れていく。ここでアワビは餌を食べてどんどん大きくなっていく。アワビが餌を食べれば食べるほど排泄物は多く水中へとたまり、これが水質を悪くする原因となる。ここで汚れた水は水流に乗り、一番端に設置されたポンプへと吸い上げられ、また微生物の住処へと送られていく。そしてまた微生物が汚れの原因を分解するというサイクルで水質を安定させている。このように水を循環させ微生物の住処を作るだけという簡単で低コスト、しかも致死率の低い養殖が BCS 養殖法では可能となっている。